UL リーダー緑色担当酒井ほのかです。ほのちゃんと呼んでください。せーの、ほのちゃん。はい、ありがとうございます。普段はフィーユエールというグループで、7月からリーダーとして活動させていただいております。他には撮影会などお仕事をしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、うまくいった。イエーイ。はい、アシスタントのマヤミ大使と申します。よろしくお願いします。ではね、早速いきたいと思いますけれども、はい、質問箱に来ている質問をねちょっとご紹介しますね。はい、はい、ほのちゃんに質問。はい、推しと呼ぶ人は何人までが許容範囲ですかという、非常にシビアなご質問が来ておりますんで、これちょっと教えていただければ。先生、これ許容範囲、推しというのはね、何人まで、推しって呼んでいいのが何人まで許せるのか。3? 3なんですね。はい、あれ、すみません、さっき1っておっしゃってましたけど。いや、1は多分1じゃない人が多いと思うから。あ、1はもう無理なんですね。はい、うん、まあもちろん1人の方もいると思うんですけど、はいはい、いやだって世の中には可愛い女の子いっぱいいますから、うん、はい、まあそれはあーってなっちゃいますよね。あーってな、何あーってあーってなっちゃう。まあじゃあ3人まではよし。はい、うん、皆さん3人まで OK ですよ。全然何の帰りもなかった。大丈夫かな。逆に3少ないっていうリアクションなのかもしれない。かもしれない、うん、もっといる人もいるかもしれません ね、中には。はい、わかりました。まあまあそこら辺はね、はい、お互い やっていただいて、うんうん、お互いのあれでやっていただいて、なるほど、後ほど、はい、はいはい、そういうことです、ね。まあ、番組のツイッターからですね、ほのちゃんの質問を受け付けておりますので、はい、質問箱までよろしくお願いいたします。はい、じゃあそろそろタイトルコールお願いします。あ、そうですね、はい、はい、酒井穂香のメロメロ光線ビーム浴びてみ。ちょっとタイミングは悪くなかったですか今の。本当ですか。あ、みたいな。いいんですよ、バッて言っていただいて。それじゃあ次回気をつけます。ね、はいはい、どうですか最近は。最近ですか。最近でまあ1ヶ月、この前回から1ヶ月、まあ、前回ちょっと僕の中で悪夢だったんで、もう記憶から全然消してるんで多分この放送2ヶ月ぶりだと思ってます。あ、なるほど、はい、いやでも本当に今その2ヶ月経ったのかもしれないですけど、いや本当にあっという間だなって思いました。あ、まあまあね、あれもうねえ、そうっすよ、あと1ヶ月、2ヶ月か、うん、11月、2018年、まあまあまあ、ねえ、年末ですから早い。前回でもなちょっと夏ぐらいの感覚だったけどね、基本的には2ヶ月前ですか。いや、そういうわけじゃなくて1ヶ月前です。1ヶ月前本当にやった時の。そうですね、はい、いや、どうだったっけ、もうなんか覚えてないです。まあまあそうか、今日のファッションはじゃあ、あ、そうですね、ちょっと立っていただいて。いや、はい、これはもうシャッターチャンスという。そうですね、この服は今日着たくて着たくて、うん、今日まで、今日2回目です着るのが、うん、どうですか。すごい、やった、嬉しい。そうなんです、サイズもぴったりでしょ。んポイントとしては、いや、この色ですね。はいはい、私、まあこの色は何なのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、ピンクに近いピンクベージュみたいな展開してたけど、私的にはこの、ね、はい、ブラッドオレンジジュースみたいな、この色、ブラッドオレンジジュースっている、ジュース、ブラッドオレンジジュースみたいな、この色がお気に入りというか、もう一目惚れして、うん、お母さんと一目惚れして買いました。その襟のところもいいじゃないですか。そうなんです、ね、このパール、ちょっと高級感あってお嬢様っぽくないですか。そうだね、確かにね、うん、はい、あれ、あのヘアスタイルの方は、あ、そうです、今日染めたばっかり、うん、はい、メロメロの前に今日はちょっとよし、今日は気合い入れようと思って、うん、あの染めておきました。これはいちごミルクティーです。そうなの、なんか飲み物飲み物だけど大丈夫で、いちごミルクティーオレンジブラッド、何、ジュースです。ジュース、はい、うん、なるほど、もう飲み物です。飲み物ですね今日はね。はい、ということで大丈夫ですか。はい、はい、OK かな皆さん、でポージングとか大丈夫な。はい、はい、じゃあ行きましょうか、うん、はい、あ、そうですね、はい、はい、それでは最初のコーナー行ってみましょう。はい、ほのちゃんお願いします。行きましょう。はい、ほのスタグラム。ポ
ーズギリギリ間に合いましたね。そうですね。ちょっとゆらゆらしてましたけど。いやこうやってやろうかなと思ったんですけど、いやこうしちゃえと思って。いや、いいですよ。はい、でございます、こちらのコーナーではですね、はい、視聴者の皆さんから、普段私が毎月撮影会などで撮ったお写真を、送ってもらって紹介していくコーナーでございます、はい、今月は10月らしいお写真ということで、うん、楽しみですね。そうですね。どんな10月らしいお写真が、まあ、10月のこう11月にやりますから、うん、あ、そうですね、大体ね、はいはい、ということでじゃあ行きましょうか、はい、まずは1つ目お願いいたします。はい、ヒロさんから、顔文字のヒロさんからですね、10月はハロウィンもあるのでヴァンパイア風のほのちゃんの写真を送らせてもらいます。歯をつけるのが大変だったみたいですがかなり頑張ってくれました。ありがとうございます。よろしくお願いします、ということで来ましたね。やっぱりあの10月といえばハロウィン、はい、ということになると思うんですけれども、そうですね、ヴァンパイア、うん、知ってますか？ヴァンパイアってあの血を吸うやつですよね。でもその吸血鬼とヴァンパイアの違いがちょっとわからないんですよ。まあ確かに、ね、英語にした場だけですか？いやそれは俺もわからないな、会ったことないしな。でもなんか吸血飲み屋のことって言うかなと思ったんだけど、そんなことはないですね。飲み屋なかったでしたっけ、ヴァンパイアとかって。あーそこはちょっと知らなかったですね。噛み合わないスタートですね、相変わらず。いやでもまあ吸血鬼みたいなことだね。憧れるんですよね。こういうの？はい。なんで？吸血鬼に憧れるんですよ。あの、どうしてですか？え、かっこいいじゃないですか。あ、そう。血を吸われたいんです。え、吸血鬼に憧れるで血を吸われたいって吸われる側だけど、それいいの？いいんです。どっちに憧れてるんですか？どっちもです。あ、どっちも？はい。な、吸ったり吸われたりしたいってこと？何なの？いや、その見た目はかっこいいじゃないですか。でも、男の人ですよね、吸血鬼って。ヴァンパイア、まあ、ドラキュラ伯爵はそうだよね。あ、うん、女版もいるんですかね。どうでしょうね、僕見たことないんで分かんないですけど。でやっぱ憧れて、こういう風に牙もつけて。なるほど。はい、これ大変でした。なんかなんていうんですか、刺し歯入れ歯、うん、と、そうなの、なんか海苔みたいなやつをつけて、すごい味するんですね、あれ。そこまで分かんない、俺つけたことない。えってなってまずいんだ。はい、まあでもハロウィンっぽいですよね、まさにね。10月。はい、ということで、じゃあ続いていきましょう。はい。ヤギモンさんから。10月14日は鉄道の日。ということで、板張りの床と天井の扇風機が懐かしいレトロな都電に乗ったほのちゃんです。これまで特に突っ込まれないことをいいことにテーマにあまり関係がない写真の投稿が続きましたが、いやーよかったよかった。以上、どうかよろしくお願いしますという。でも鉄道の日も知らなかったですけどね、俺ね。10月14日ね、どういうあれで鉄道なんでしょうかね。まあでもいいじゃないですか、これ写真、はい、ね、こういう、これスタジオですか？これはあれです、それこそ夏に行った江戸建物園の、うん、はいはい、前回も出てきましたね。そうです、そうです、はい、の一つですね。なんていうんですか、一車両だけこうボンって置いてあって、こういうセットというかあるんだね、はい、それが用意されてるところ。そうですね、すごい、まあただ完全に夏ですけどね、この写真見る限りは。まあでもいいんじゃないですか。鉄道の日ですからね。そうそう、鉄道の日ですからね、うん、はい、電車ね、良かったです、これも素敵ですよね、暑かったですけどね。はい、じゃあ続いていきましょう、うん、はい、マスカット紳士さんからいけますか、次。はい、10月のほのかさんをお送りします。10月といえばハロウィンだと思いますが、コスプレをしたほのかさんの写真でいいものがありませんでしたので正統派で勝負します。申し訳ございません。いや謝んなくていいですよ、ですよ。まあ、最近はだんだん涼しくなってきましたので少し衣装も暖かそうになってきました。これからの秋色の衣装のほのかさんの写真を撮るのが楽しみです、ということですけれども、はい、ね、いいんですよ皆さん謝んなくてね。まあでもなんか秋晴れみたいなこの日差しの感じはいいですよね、10月って感じはしますよ。これどこですか？ハウススタジオです、はい。だと思います。これどこの、六本木かな。ああ場所わからないのね。六本木ですかね、この感じ。まあでもいい感じの日差しというか。そうですね、朝早かったんだっけな。このベレー帽がポイントですね。あ、ベレー帽、ヒョウ柄の、かぶってんだ。ヒョウ柄が好きなんです。あ、完全に秋だね、じゃあ ね、 これね。そうですね。あ、なるほど、いいじゃないですか、うん、はい、ありがたい。じゃあ続いていきましょう、はい。4枚目、P さんさんから、だるまインコは丸くパッチリした目と左目と右目の間に入った黒い一本のラインがだるまのようであることから名付けられました。 P さん10月は
っていう結局言うっていう。びっくりした今、うん。終わりなんですよ。説明がこれで。びっくりした。P さん。10月って聞いてた？前回の放送見なかった口か俺と一緒で。あ、見なかった、そうですね。まあ結局言っちゃうんですけどね、うん、まあいいんですよ、全然いいじゃないですか。です、ね、10月と思ったならそれが10月の写真ですから可愛いじゃないですか、ね、鳥ちゃん、はい、うん、いいよね、これもね。これパジャマですね。あ、そうなんだ。はい、ハート柄のね、ジェラピケです。あ、出ましたね。はい、はい、出ました。満足げな顔されてますけど今日なんか寝る時にジェラピケを着れるっていうのはなんかちょっとこう女子力高いなって思いますよ ね、 そうだ ね、 ね、ユニクロのこうなんかスウェットとかじゃなくてユニクロの人が見てたらどうするんだ。ごめんなさい、そうだよ。まあほら無地じゃないですか無地よりは女の子らしいというか、はい、まあもちろんね、それはね、はい、いやそれより写真のこと言ってあげてよ。これそうです、こんなにダルマインコのことをあ、そうか、ダルマインコですか。可愛いじゃないですか。ダルマインコはこれ横向いてますけど、ダルマインコはこの目と目の、あ、言ったか、言ったよそれ袋一本ライン入ってるからそうなんですよ、ね、まあでもぬいぐるみね、またいいじゃないですか。可愛いんですよ、この小鳥隊、はい、はい、ということで続いて5枚目はい、ノリノリングさんから、マイアミさん、ほのちゃん、こんばんは。11月に入りました。1年って早いですねと。新宿でカニ鍋を食べた2月がつい先日のようです。10月らしい写真考えてみました。どんぐりって10月らしいですか。でもどう見ても衣装が10月ではないですね、ごめんなさい。11月らしい写真こそは頑張ります。ではまた来月いや、その相談されても困るんだ、これが10月かどうかって。それぞれだからいいんですよ、うん、全然 ね、 そうですね、まあでも見た感じはどう見ても10月ではないですけど、ラムネ持ってるしみたいな、うん、でどんぐりなんだね、その持ってるのが、ね、そうです、これどんぐりいいってやってますね、うん、まあでもどんぐり秋のイメージあるから、あります、あります、そういう意味ではね、どんぐりが落ちてました、いっぱい。うん、まあだからちょうどそういう時期だってたってことですね。そうですね、うん、9月。これどこなの。これあれでさっきの江戸建物、あー、そうかそうか、活躍しますね、そうですね、でも本当に良かったですね。あ、いいロケーションいっぱいあるですね、雰囲気も、はい、和も洋もみたいな。ところで、あの、すいません、カニ鍋って何ですか、急に2月ですね。カニ鍋食べた2月だって、これのりさんだけの話じゃないだろうね、これは。違いますよ、これは。え、個人的なことは困るよあれです、オフ会です。あ、そう、私の、はい、今年の2月のね、なるほど、はい、生誕で、まあ、それあっという間だってことだね、1年、早いですね。あ、はい、そうですね。じゃあ続いていきましょう、はい、6枚目、やすさんから、今月は10月らしい写真ということで、このトリップの写真から紅葉とほのちゃんにしました。鬼怒川ライン下りに行く途中の姿です。紅葉もほのちゃんも綺麗でしたね、よろしくお願いしますということで、ほのトリップですね、はい、あのファンの方とね、撮影旅行に行くと、はい、行ったという鬼怒川ライン下り、うん、ね、これはまあ完全に10月というか、そうですね、秋ですね、紅葉が、ライン下りは大丈夫、流されませんでした川にでもすごく近かったです。何が、あの船、なんていうんですか、こう船からの川が、うんうん、あー、高さが、はい、もうこうやってやったら川みたいな感じでした。こうやってやったら川、はい、見えないんだよ、これ映してるからこっちをね、このちょっと下の方にちょっと手を伸ばしたらもう川触れるよと。そうです、そうです。あー、すごいね。でこの時ちょっとなんか川の水が濁ってたらしくて、へー、その川の色が、うん、ミントグリーンみたいな、すごいエメラルドグリーンみたいな、すっごい綺麗だったんですよ。なるほど、っていう話なんですけど、まあよかった、いい体験したじゃないですか、ね、いやすごかったです。あ、よかった、ね、寒かったですね、ま、寒かったんだ、はい、寒かったです。まあまたね、行けるといいですね、はい、トリップもね、はい、はい、続いて、7枚目タツさんから、普段季節感のあるところで撮影することが少ないので、10月にフレッシュプレミアム撮影会で撮影したものを送りますと。いつもほのちゃんには素敵な衣装で撮影させていただいてとても感謝しています。この時の写真はツイッターにも上げていますが、見ていただきたいと思いお送りいたしました。ほのちゃんのウインクでメロメロにされてください、よろしくお願いいたします。ね、ウインクでメロメロにということですけど、ウインク普段しないです ね、 いいですね、メロメロウインクです。勝手に名前つけましたけど、みんなと同じウインクに見えますけど大丈夫ですか。え、違います、これ出てるんですよちゃんと。あ、そうなの、はい、うん、普段しないでしょ、でも私生活でいつするのって感じですよね。なんか今でしょって言うのかなと思ったけどまあまあでもいい写真じゃないですか。そうですね、これスタジオがいつもの捧げスタジオですよ、秋葉原の、秋葉原のね、はい、うん、ちょっと変わったんですよ、まあ、衣装もちょっとあの何長袖になってますね。そうですね、秋っぽく、はい、ということで、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、8枚目
畑さんから、ほのちゃん、まやみ、太一さん、こんばんは、10月といえばハロウィンですね。というわけでほのちゃんの衣装は赤ずきんちゃんです。ずきんは背中にいっちゃってますが赤ずきんちゃんです今回は髪をショートカット風にアレンジしてもらいました。ほのちゃんはこれまでほとんどショートカットにしていないとのことでしたので、レアな感じになったのではないかと思います。ショートカットのほのちゃんはいかがでしょうかということですが、赤ずきんちゃんわからないですけど本当にあるんですねこれこの後ろに行っちゃってるんですね。本当にあるの？本当にあります。 あるんだ、はい、ちゃんと赤いマントがついてて、こう被るやつがついてる、うん、なるほど。ショートカットということですけどね、はい、どうですかショートカットは。いや、そうなんですよ、 したことはあるけれども、もう小学生ぐらいの時、はい、なんでもうそれからずっと長いからやっぱ憧れますけれども、うん、やっぱ切ったら後悔するんですよね。そりゃそうですよ、うん、ショートカットなんていつでもできんだからな大体ババアなんてショートカット大丈夫ですかババアとか言ってダメですねまあまあでも若い時にやるのもいいですけどね、はい、可愛いですけどね。そう、赤ずきんちゃんね、短くしました。はい、では続いて9枚目、はい、大仁田敦さんからということですけども、10月といえばハロウィン、それとも体育の日で運動会、はたまたフィユエルの赤色担当杉本美優の誕生月、いえいえ一周回ってやっぱりハロウィンですねと、杉本美優さんの生誕祭も兼ねメンバーが仮装した10月最後の定期公演の写真や10月末に行われたこのトリップさっきのねで訪れた日光江戸村にて新選組のコスチュームを着て撮った写真などもあり、どれを投稿しようか悩みましたが、写真が被ってしまうことはこのコーナーにおいて最大の悪であるということで、そんなことはないですおそらく誰とも被ってない魔女の宅急便の危機で撮らせていただきましたと、写真をお送りします。撮影日は夏ですが魔女とハロウィンつながりということでこちらの写真にさせていただきます。危機に合わせていただいた髪型も素敵ですねということですけれども、いよいよ大仁田敦さんご本人からですね、はい、来たということです。まあ、こんなことしてる暇あったら7度目の、ね、復帰に備えてトレーニングしてもらいたいなと思います。なるほど、言ってること分かりますかなるほど、まあもう何ですか6回、7回目なの復帰。いいよ大仁田の情報はよく考えたらこっちの話をしなさいよそうですね、キキ、まあ、ハロウィンね、そうです、まあ、やっぱり仮装といえば多いもんね、キキの子ね、うん、やってる子、うんうん、どうでした。でもキキはそれこそ髪の毛ショートだから、これも後ろでちょっとこうまとめて短い感じにはしてますね、うん、ショートっぽくね見せてるということですね、はい、ジジ可愛いですね。可愛いですねぬいぐるみ本当好きなんですね喋、はい、りたいです。あ、どうぞどうぞ喋ってください。違いますよ、ちゃんと会話がしたいんです。ジジと、はい、ぬいぐるみの。違いますよ、本物のジジと喋りたい、うんうん、じゃあお願いします。猫と喋りたい。ちょっと僕それ関われないんです。あ、すいません。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、はい、モッピーさんから、10月っぽいか分かりませんがお送りします。ほのか女王様の仮装です。こんな写真撮ってるんですかあなた意味分かって撮らされてる。大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか。これは女王様ですよ。女王様だいぶやばいですね。これはちょっとなんてやばいですか。やばいというかこうちゃんとエスっ気出てます。ああ言うんですね、そういうふうに普通にえ、だってまあまあそういうことですよね、はい、はいはい、どうですか気分的にはどうなんですかね。撮られてる時はまあ普通じゃないですか。 なんていうか何困ってるの、これのリアクションが。はい、うん、これでも猫のコスプレなんですよこの黒い服。はい、本当は耳がついてて、うん、鈴もついてるんですけど、うん、まあ見えてないし、はいはい、そのこういう仮面なかなかねする機会ないでしょ、はい、でもしてみたかったからすごい楽しかったです。いいね、怪しい感じ、なんかね、ちょっとキャラ変わってる感じしますよね。はい、踏んづけてみたいですね。踏んづけてみたいじゃあモッピーさん踏んづければよかったじゃないですかさすがにちょっとそれは。あ、そうなの、はいはい、まあまあ、じゃあ続いていきましょう11枚目、しげさんから、ほのちゃん、まやみさん、こんばんは。最近、ほのちゃんのファンになり、ほのスタグラム2回目の投稿です。今回のテーマ、10月らしい写真。イチョウ並木や、紅葉はまだないので、まだなのでか、ちょっと私生活的な写真で、テーマは、ねえ、お布団寒いんだけど、わかるよね、太一って言ってますけど。さてさて、ほのちゃんの言いたいことは、まやみさんわかるかなって言ってますね。わかりますよ、それは僕だって大人ですもん。なんて言ってると思いますか。電気毛布買えってんですよじゃあさすが電気毛布買ってこいって言うの。なるほど、そういう、さすがですね、やっぱりそこだと思いますよ、多分。さ
すがです。それ思い浮かばなかった私。知らないけどそんなことは。はい、ということでまあいいじゃないですか。アップもね。ね、こんなにアップで撮ってもらって、うん、恥ずかしい。恥ずかしいです。はい。はい、ということで、以上。このコーナーではほのちゃんのお写真をお待ちしております、はい、次の回では11月らしい写真を募集します。はい、そうですね。番組ツイッターに書いてありますアドレスへお送りください。ではほのちゃんコーナー締めてください。はい、以上ハナスタクラブのコーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、それでは続いての企画に行きたいと思います。フィーエル、はい、ね、3人組この間大阪旅行にプライベートで行ってきたと。行ってきました。というふうに聞いておりますけれども、はい、どうでした？いや、もう楽しかったですね。うん、なるほど。もうずっと笑ってました。ずっと。はい。旅行中。旅行中もう。それは。はい。まあそれを聞きましてね。はい。番組の方からほのちゃんに映像を撮ってきてほしいというお願いしております。で、その VTR をね今から、お送りしたいと思いますけれども、うん、一応ね要求としては。縦で撮らないでくれという、はい、前回ね前になんかライブかなんかの時に縦の映像が流れたもんで横でやってくれっていうのとね、はい、お願いしてきましたけれども、はい、はい、じゃあフィーエール大阪の旅ほのちゃん VTR 振りをお願いいたします。お VTR メロメロ。これからユニバーサルスタジオジャパンに行ってきます。天気にも恵まれてよかったですね。流れるよ。死んでくれとか言っていいのか。やべえ、ちょっとそこカットで、そこカットでお願い。やべえとか。アトラクションで手つながれたいです。やめろ危険。やだ暑い。あ、なんかめっちゃ漏れてる。フライングダイナソー行きまーす。帰りますよ。はい、今からどこに行きますか。フライングダイナソーです。待って、これが何のじゃんけんか説明してください。これで私が負けたらハリウッドドリームになります。前、かっこ前向き。2ヶ月前から乗りたくないって言ってたんだよ、私。やってみます。だから、ミユに、私が勝ったら乗らなくていいんだよね。あと1回。お互いどっちかが勝ったらもう、決まるよね。
次でも後ろ向き、後ろ向きの。私が勝った場合だよ。うん、次は後ろ向きじゃんけん。そういうのがなしっていうのを約束して。もう乗らないんだよ。だってもう一回あるよ。ねえよ。分かるよ。ねえよ。怖い。だから言ったじゃん、メロメロだよこれ。ないよ。はい、お願いします。待って、じゃあ見えないから。どんどん進んでるから。はい。最初はグー、じゃんけん。はい。最初はグー、じゃんけん。はい。わー！負けた。はい、次、後ろ向き。もうやだ。だってそれなしって約束したから。してないもん。はい、これと、ハリポタと、あと、次、後ろ向き。なんで？正直じゃって。はい、しょうがげ。やだ。本当にごめんなさい。勘弁してください。勘弁してください。じゃあ、お化け屋敷で置いてこう。お化け屋敷はレベル5行きます。その顔。でも、みんなで行くんですよ、レベル5の。はい、しょうがげ。じゃんけんぽい。一人でじゃんけんしてやるの。何？どんだけ飲みたいね。これどうしたらいいんだ？ねえ、待って、見えてたけど今。見えちゃった。私それ。もう一回。別のにしよう。もう一回変えよう。はい。はい。ほなちゃん、はい。ましたけれども、
なんだ最後のあれ。なんだみんなでおしっこ行った話。いやいや、よくなかったですね。よくないですよ。まあでもね、はい、ただ単に若い女がキャーキャーしてるだけの映像というファン以外には全く面白くないんじゃないかという気がしますけど。いや難しいです、ああやって撮るのもね、まあ、携帯なんで縦横あるから。ワードウルフ時のウルフの時のカメラワークが斬新すぎるよあれ。酔っちゃいそうになったよ俺。ねえ、本当ですよね。うん、まあでもどうでした前半。いやもう本当楽しすぎて、ね、あっという間。そうだったら伝わってきた、はい、わかります。それも伝えたくて楽しかったっていうのを。いや楽しんでただけでしょ単に、はい、みんなでそうです、うん、伝えたくてやってたわけじゃないでしょ別に、はい、うん、まあいいですけど全然ね、うん、とにかく楽しかったです、まあ、そうね、後半じゃあ見てみましょうか、うん、はい、はい、じゃあ続いてですけれども、ありますか、ポーズお願いします。わかりました、はい、VTR、 はいどうぞ VTR メロメロということで楽しい旅も後半になりました。いやまだまだだよ、まだ前半だもん。1 日がね。あ、そうです、そうです、そうです。え、最初は暗い、怖すぎて泣きそうでしたが最後はゾンビに勝つ方法を取得しました。イエイイエイ。でもチェーンソーを持ったゾンビは怖すぎ。あれは怖い、音で怖い、殺されるって思うもん。めっちゃ固まってました、ガチで怖がってたもんね。チェーンソーの時だけ、いや、うん、動かないでって思った。動かないで、じっとしようって思った。安全場所にいようって思った。この後ホテルでの様子も動画にいっぱい収めましょう。はい、ではまたゾンビと戦ってきます。もう間もなく消灯の時間です。今日の旅を振り返って旅を、うん、に映ってる、映ってます。早かったですね、ほんと終わってほしい。早すぎ。もう一回今日やりたいね、うん、朝からやり直したい。戻すか。時間戻そうか。時間戻したいなら戻せるなら戻したいです。本当だよね。戻したい。どうでしたみーちゃん。あっという間。夜行バスで乗って降りてからここに来るまでの時間が早すぎました。確かに。さっき夜行バス乗ったみたいな。そう。ほのかさんが。と合流できなくて、そうなんだよ、ね、どこみたいになったところから始まる。乗り場どこってなって、二人どこってなった、ね、バタバタしたね。面白かった、お化け怖かったし。でも切れる。何が、え、ミサンガみたいなやつ、タンクレット、うん、切らないで私の顔、うん、チャッキーの時全く目開けてなくて、でも怖かったって言ってて、私もずっとこうやってしがみついて、私一番前にいたのに気づいたらどっちもだったら、お前ら見ろよ見た見た、あの後なんかもう二人がキャーって叫んでて、私そういうことだって見ちゃいけないやつだと思ってずっとこうやってなってカチューシャをここまでこうやって下げて目の前をブロックして、でもう冷静にクマノップー危ない、ね、ユニバで雲のプーはやばいから、やばい、せめてユニバの曲にしてほしかった。だったから、そんなにだったけど、
本当やめてほしい、あれ怖すぎ、全部怖かった、本当もう満足した、ユニバのハロウィン、した、本当やっぱ平和だよ、ディズニーが、ディズニーはね本当に夢だよ、夢だけどね、でもハリーポッターも楽しかったしね、でも結構乗れたんじゃない、だっていや乗ってないですよ全然、そうそう、フライングダイノスも乗って、スパイダーマン、ハリーポッター、貞子、ジャッキー、ジョーズだけ、え、6個乗ってる、うん、乗ってる、基本90乗ります、いつも、90?90 個乗る、9か10個乗りすぎでも一番面白かったのはジョーズで心霊現象って言ったのが私が一番面白かったかな、全然サメが出てくるところなのに、そうバターンって落ちて、ホラーライトより前なのにバターンってなんか物が落ちたのに心霊現象せめて上手なんだからサメのせいにしてほしかったサメとか言ってほしかった、でもあれはあえてのね、ホラーライト意識してて、うん、いや別になんとなく心霊現象じゃねって思ってだってサメがさ、なんでさあのさ、水に来ただけで船がこうやって落ちるわけ、確かに、確かにね、あ、心霊現象だ、これは、うん、せめてサメのせいにしてほしかったサメの話だから、なんでサメでドゥンって下に壁とか、だって上にだ、そういうこと、ドゥン、グッグジョー、そういうこと、それだったら納得するわ、納得した、したんですか、じゃあいいよ許せえ、小林さん、どっからどこまで使うの、うん、適当、ふるふるふる、やば、はい、それでは、はい、帰りまーす、帰りまーす、バイバイ大阪、バイバイ大阪、大阪っぽくないけど確かに、バイバイ、バイバイ、バイバイ、ということで今ニューエール旅行ビデオいかがでした、2人はこんな感じ、もう寝ております、まだ出発して20分ぐらいしか経ってないかな、疲れたんだろうね、楽しかったです、次はメンバーとどこに行こうか、今から次の計画を立てたいと思います、今日は今回は旅の途中で私の喉がおかしくなってしまって、それではたくさんご迷惑をかけました、明日からまたライブだし、ライブを楽しながら全部楽しみです、それでは環境までまだまだ2時間ぐらいかかるので、私も眠りにつきたいと思います、2人のね感想を後日撮りたいな、帰りの新幹線で爆睡をしてしまったので感想が取れなかったから、今取れとリーダーから命令をされまして取ってます感想でしょ、なんかまとめみたいな、私こんなに長い時間、長い時間っていうか友達とか例えばまあ知り合いとかと旅行する自体が初めてだったの、だからちょっとまあ不安もありつつドキドキしながら行ったけど、めっちゃ楽しくて、すでにもう3日前に戻りたいって今さっき言ってたところ、うん、次はディズニーに行きたいです、うん、はい、みんなでバイバイ、バイバイ、じゃあ次、はい、こんばんは、杉本美恵です、ですね、はい、まあ、昨日旅にから帰ってきて来て、なんかその先輩と学年というか年も違う2人で、でまあ事務所の先輩でもあり、気使うかなとか思ってたんですけど、やっぱり本当になんか2人は優しいし面白いし、もうやっぱりフィーウェールでよかったなと思いますね、だからそのプライベートでも仲良くできるフィーウェールを
これからも皆さん温かく守っていてほしいなと思います。またあの旅行お楽しみに。でははい、最後にイエーイ、バイバイ。今日はこれからライブ、バイバイ。はい、後半見ていただきましたけれども、ね、ちょっとどうしました、涙ぐみました。いや涙ぐみない、最後の、いやいや、でもなんかただの仲良しさをアピールしたっていう感じだなって思いました。いやいや本当にね、本当に仲良しなんですよっていうのをすごい見せびらかしたなって思いました。見せびらかしたね、はい、これで全部芝居だったらすごいよこれ。本当はめちゃめちゃ仲悪かったすごい。いや恐ろしいですね、大阪まで行って。あでもすごい仲いいのは伝わったね、楽しそうなのとね、はい、うんうん、なんだ寝室みたいなね、はい、あれもなかなかね見れない映像ですから。そうですね、確かに、うん、ああいうね素の感じ、素の感じ、もうすっぴんですからね。あそうなの、はい、だから引きなのあれ。そういうわけじゃないの、置く場所がなかったんですね。あそうかそうか、うんうん、まあ、でもね良かったですねあれもね。はい、ということでちょっとまあ感想の前にですね、はい、おまけの VTR がありますんでそちらも見ていただきたいと思います。はい、じゃあどうぞ。今からほのちゃんに手を切っておをしたいと思います。いくぞ。では入りたいと思います。6時17分、ほのかさん起床されました。何やだ、おはようございます。おはようございます。まだ寝る、まだ寝る、起きて、とりあえずこっち向いてもらっていいですか。何おはよう、おるちゃん、おはよう、何やだ、リーダー、かたくなに、かたくなに起きません。はい、何やってんの。寝起きドッキリ、ほのちゃんこっち向かない編、終了でございます。終了でございます。はい、皆様これはメロメロに使わさせていただきます。さようなら。うん。まさかの見てくれへん。まさかの。はい、ということでございました。ねえ、見なさいよカメラの方を。いや一つ言っていいですか、はい、この時ちょうど多分まあ風を一番ピークで弾いてたんですね、うんうん、でまあ何ていうか扁桃腺炎になっちゃって、うん、顔がパンパンで、うんうん、お見せできないお顔をしてたんですよ。あ、だからちょっともう絶対見せられないと思って。あそう、はい、まあね、あの2人にメンバーの竹野さんと杉本さんにお願いして、ね、これやってきてくれっていうのはね、うん、言っといたから。いや本当だから知らなかったし。ああそう、ほんとに分かんなくて、でもあんな起こし方しないんで、うん、普通はね、ほのかさんなんていきなり言ってこないから。いやテンションが異様に高かったからね。あ絶対やってると思って、嬉しそうにやってんなと思って、うわーと思って急いで隠して、もういやもう次はね2人のどっちかに仕掛けたいと思います。まあでも旅行といえばやっぱこのドッキリですから。まあまあそうです ね、うん、ということで以上でございますけれども。、はい、どうでした大阪の旅と振り返って全部。
なんですかね、また仲はね深まったんじゃないかなって思いますけど、うん、またねこうやって放送していただけるんだったら本格的にちゃんとビデオカメラを買おうと思いました。いや、まあ、ビデオカメラの問題でもないけどね。本当ですか、うん、ビデオカメラって横ですよね。うん、横とか縦とか別にないんじゃないか。ちょっとまあもっとスマホだからああいう縦になるだけで。そうなんですよね、うん、まああとあれですよ、あの肝心なそのゾンビに襲われている映像と2日目の映像が全くないっていうのが、はい、非常に気になりましたけれどもね。そうでございますね。今日になってあの実はあったって言ってくるのやめてもらっていいですか。死じゃないんですよ。今日言われても困るよそれは。そうなんですよ。まあこれはね YouTube の方にね、はい、完全版でまた載せようかなと思いますんで、はい、ちゃんとゾンビに襲われた部分、うん、まあ、襲われた部分、ね、いや本当です、囲まれちゃって、はいはいはい、それをまあ後日じゃあ載せていきましょうか、はい、お願いいたします、はい、ということで以上フィーウェル、大阪珍道中でした、はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでもう時間ですよ、はい、エンディングの時間ですけれども今日はいかがでしたでしょうか、はい、まあ VTR があったから、うん、そうですね、いっぱい話すことはそんななかったけど、何 VTR の時は楽だっての毎回言うねんでも緊張しなくなりましたここ最近。ああ、まあそれはいいです、ね、はい、まあ VTR あるない関わらず、うんうんうん、あってもいいじゃない。最初はもうね、うん、ドキドキバックバックでしたけど、だいぶ少し慣れたんじゃないですかね。よかったよかった、はい、はい、じゃあ告知をじゃあしていきましょうか。はい、うん、じゃじゃん、大丈夫ですか。はい、はい、こちらです、ショールーム、はい、毎日酒井ほのかで検索すると出てきますので、うん、今日もこの後ね帰ったらありますのでぜひ配信見ていただきたいと思います。はい、そして、うん、これですね、撮影会11月、9日と13日がまだねたくさん枠が空いております。皆さんどうかよろしくお願いします。予約してくれと。はい、はい、あの衣装リクエストも大丈夫なので、つくみず競泳以外別にわざわざ言わなくていいでしょここの放送で。あとドエロい衣装以外ドエロいにはなってしまいますが、仮面はありなんだね。でもね仮面ありですよ、うん、ああいうのは大丈夫です、うん、はい、でなのでぜひ来てほしいです。そして、はい、18日と26日もこちらも小札なんですけれども、予約はまだ始まってないので、始まりましたら告知しますのでぜひ来てください、はい、で、フレッシュフォトセッション12日月曜日あります。2時から10時までいるのでぜひ来てください。はい、次ライブ、ライブはですね、次のライブが7日の水曜日のフィーウェルの定期公演です。ライブがねちょっと久しぶり、1週間ぐらい空いたのかな、久しぶりですがとっても楽しみです、うん、そして、11日、17日、24日、25日ライブがあります。こちらもまだ場所時間は出てませんので、出ましたら告知します。で、28日定期公演ですね。はい、で、お知らせ、こちらのワロップ、こちらはワロップじゃないんですよ、はい、こちらの北千住の CM さんで、そうですね、僕がしましょうかこのね、はい、僕がやってる、この番組と、美人をスタジオに呼んでみたっていうのの2つの番組を合体した特番が29日に、書いてないね日付を。ああそうだ、29日にや、ね、はい、るんですけど、これがなぜかワロップでやるというですねワロップの、スタジオの3階でやりまして、これ、はい、2500円ワンドリンク、込みということで、いろんなゲスト、出ますのでね、デスラビッツさんと、はい、ボチャストさんと、はい、ホットドッグキャットさんと、それとフィーウェルということで、はい、ライブもありますんで、はい、もうこれはもう絶対来てくれとみんなに。絶対痛い、絶対なぜなら90席もあるんだワロップは。ということでぜひね来ていただければと思いますけれども、はい、はい、で、まあ次回の酒井ほのかのメロメロ光線ビーム浴びてみは12月3日の月曜日22時、12月ですよ。いやなんか変な感じしますねやっぱり、ね、まあ、ぜひそちらの方も見に来てくださいと、はい、いうことですね。はい、どうでしたか今日は。いやまた、はい、来月が楽しみです。そうね、来月何やるんですかね。ねえ何やりますか。わかんないですけど忘年会ですかねやっぱりここでじゃあ、あ、美味しいビールを飲むっていうのはどうですか。いやいいですよそれで。おお、いいじゃないですか。大丈夫ちゃんと放送できるの。カニ食べて、うん、ま、カニまたカニ食うんかい。カニと、まあ、前もやりましたよ1年前ぐらいね、ここで出す、このね、ビジネススタジオに呼んでみたんでね、はい、みたいにカニ食べて、うん、マリオカートして、もういいでしょ同じことはやんなくてもはい、まあそういうことですね。はい、では大丈夫ですかもうあとは。はい、今日も楽しかった
はい、よかった。じゃあほのちゃん締めてください。はい、それでは皆さん、さようなら。メルマル光線ビーム浴びてみー。はい。